ウソユズです。いやー疲れた、マジでしんどかった。俺さんにプライダルカルメンまで送ってもらって、プライダルカルメンのバスで行こうかなって思ってバス停に行ったら、バス停の前のタクシーのおっちゃんが、今日ここのバス停にバス来ないよって言われて、結果論なんですけど違うバス停から出てたみたいで、よしこれはじゃあもうヒッチしかないなっていうことで、ちっちゃいハイクでメキシコシティまで帰ってきたんですけど、約2000キロ、プライダルカルメンから拾った車がカンクンに行って、で同じ車なんですけど、ちょっとごめんみたいな感じで、もう一度プライダルカルメンに行ってメリダで、メリダからタバスコまでが1台で、ごめんちょっと違う用事で違うとこ行かなきゃいけないから、もうここで降りてくれっていうのが朝6時ぐらいで、タバスコ危険だよって聞いてたから、ちょっとゾクゾクしながら降ろされたところ、よくわかんないんですけど屋台がまだ出てて、朝方だったりで、明るくなるのとりあえず待とうと思って待ってて、まあ拾ってもらって、うん、うまいこと乗り継いで、そこから1台、2台、3台でシティまで来たんですけど、まあ長かった、2日かかったよ、2日。途中で降ろされるとは思わなかったし、1台で楽勝に行けるやって思ってたら、まあ、そんなに甘くなかった。で、はい、完全なパスポートの、再発行なんですけど、ないに越したことはないんやけど、会った時のために覚えといてほしいなという、なくした側から再発行までの流れなんですけど、パスポートと大体一緒にそのイミグレーションカードって挟んで持ってるんですよね。メキシコの場合そのイミグレーションカードがないと出国できなくって、だからそれの再発行もしに行かなきゃいけない、パスポートの再発行もしなきゃメキシコから出れないってなって、まずツーリストポリスに行って紛失届を出します。これは無料でできますね。ツーリストポリスならメキシコ賄賂が盛んなんで、普通のおまわりさんに行って紛失届出してくれって言ったら結構お金かかっちゃったりとかするみたいなんですけど、まあネット情報なんで正しいかどうかわかんないです。今回はツーリストポリスに行って紛失届の紛失届をもらって、これを持って領事館に、今コロナの時期なんで予約をして、何月何日何日何時頃に行きますのでよろしくお願いします。でそれと同時に日本にいる親族に連絡して、これ親族じゃないと戸籍謄本取れないんで、親族いない方はパスポートと別に戸籍謄本持ち歩いてた方がいいです。海外行くときはマジで。まあでも長すぎるとその戸籍謄本使用不可能になっちゃうかもしれないですけど、まあ パスポートのコピーかっていう感じですね。戸籍謄本を送ってもらうように連絡をして、領事館に行って、戸籍謄本のコピーあるいは写メを提出して、紛失届提出、近くの写真屋さんで写真撮ってこなきゃいけないんで、これも言葉の通じないところでは結構大変で、で写真提出したら戸籍謄本を後日送ってもらって、それをの原本をちゃんと提出しますっていう書類にもサインをして、パスポートは今回大したお金を持って歩いてないので、まずなんで5年のパスポートにして作りました。1万円弱かかったって感じですね。でパスポート再発行までの間に、ヒッチハイク中にメキシコあるあるなのかもしれないですけど、ちょっとおまわりさんに検問みたいな形でヒッチ中に止められて、でパスポートを見せろって言われたんですけど、一応国内で使用できる運転免許証を持ってたので、運転免許証見せたら、いやダメだパスポートを見せろ、パスポートがないんだったらチップ払えみたいなことがずっと続いて、ノーエスパニョル、ノーエスパニョルって20回ぐらい言い続けたら、もうめんどくせえ、あっち行けみたいな感じで、まあ、取れたっていう形 で、即日にメキシコ大使館は対応してくれたので、じゃーん、パスポート手に入れました。で、パスポート手に入ったら、次、僕の場合アメリカにも再入国するので、もともと取ってたエスタが、パスポートナンバーが変わったっていうことで使えないんですよ。なんで、エスタの取り直ししなきゃいけないっていうのと、航空券のチケットが国際便なので、フライトチケット、パスポートナンバーが変わりましたっていうことをまた伝えなきゃいけないっていうのがまああって、だから結構パスポートなくすっていうことに対して、めちゃくちゃお金かかりますね。エスタで7000円ぐらいと、パスポート再発給で、1万何千円。年間写真撮ったりなんだりってやってると結構お金かかるので、マジでみんな気をつけて、本当に俺も気をつけます。お金なかったんで5年ものになりました。これで
PCR 検査を受けてエスター更新をしたら、まあ、とりあえずアメリカに入れるということなので、もう少しメキシコで撮れる動画があればと思ってますので、あと1個か2個メキシコで動画出そうと思います。みんな見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。いやー、長かった2000キロの地上下り。まあ無事にシティに着いたので、これもいい人生経験ですね。またみんなにパスポートなくなったっていうこと、なくなってからの再発行までの手続きも大変さも伝えれたし、一個の経験として捉えて頑張っていきます。そんな感じでSee ya! バイバーイ。グラシアス。